はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、区分所有法における集会の決議事項と決議の要件について解説いたします。まあ、この表、まあ、テキストとかで見たことがあるんじゃないのかなと思います。市販の教材とかでもこの決議事項と決議要件については表になってたりしますので、まあ、これはですね、もう全て頭に入れていただきたい部分です。で、まあ、特に頭に入れていただきたいのが1から8までの内容で、まあ、それ以外については、まあ、まとめて、まあ、普通決議といった感じで覚えていただくのがいいんじゃないのかなと思います。で、まず一つ目ですね、建て替えの決議、マンションがあってそれを建て替えようと思った場合、集会を開いてどれだけの、まあ、賛成票が必要なのかというと、これは区分所有者の頭数がまず5分の4以上必要です。で、かつ議決権の数も5分の4以上必要になってきます。これ特殊決議と呼ばれるものです。まあ、呼び方は覚えなくてもいいです。まあ、とりあえずはこの5分の4という数字ですね。建て替えの場合は5分の4以上の賛成がないと建て替え決議できませんよという話です。で、規約による別段の定めができるのか、つまりこの5分の4という数字を例えば4分の3に減らしたりとか、まあ、そういったことできるのかというと、これできませんよ。規約によってこの数字変えることはできませんよという話です。次、2番目です。2番目は共用部分の重大な変更。例えばマンションにエレベーターが1機しかついていないのをじゃあ2機に増やそうといった場合とかですね、こういったのが共用部分の重大な変更にあたります。これについては特別決議ですね、4分の3以上の賛成が必要となっていきます。これも区分所有者の頭数が4分の3以上かつ議決権の数も4分の3以上必要となってくるということです。で、3番、管理組合法人の設立、法人の解散ですね。つまり管理組合を法人化したり、法人化したものをやめてまた普通の管理組合に戻したり、まあ、そういったことですね。そういった決議についても4分の3以上の賛成が必要となってきますよっていう話ですね。で、4番、規約を作ったり変更したりまた廃止したりする場合、この場合も特別決議で4分の3以上必要ですよ。あと、大規模滅失の復旧。大規模滅失っていうのは、不動産の価格が2分の1を超える部分が滅失してしまった。そういった場合が大規模滅失なんですね。まあ、例えば、評価額が1億円のマンションがあって、津波によって5000万円よりも低くなってしまったといった場合ですね。そういった場合が大規模滅失。それを復旧するための決議。これも特別決議で4分の3以上必要となります。で、6番目。使用禁止の請求。例えば、規約違反をしている人がいました。その人に対して、もう建物使わないでください。というふうに請求する。使用を禁止する請求。これっていうのは、訴えを提起する。つまり、裁判にかけるっていう話なんですよ。その場合も4分の3以上の多数によって決めますよ。4分の3以上の賛成が必要ですよっていう話ですね。で、7番目。区分所有権の競売の請求。これも訴えです。訴訟を提起する。裁判にかけるといった話ですね。例えば管理費をずっと滞納している人がいると。まあ、言った場合。この場合、その区分所有者の占有部分、これ競売にかけて、そこから滞納している管理費とかを回収しようといった場合ですね。そういった場合の競売請求、訴えの提起、訴訟提起、これについても4分の3以上の多数で決めますよ。4分の3以上の賛成票が必要ですよって話ですね。で、8番目、占有者に対する引き渡し請求、これも訴えの提起、まあ、裁判にかけるっていった話なんですけども、まあ、これ基本的には賃借人に対しての話なんですよ。まあ、占有者っていうのは賃借人とイメージしていただくのが分かりやすいと思います。区分所有者のある一室が、まあ、オーナーと賃貸借契約をしていて住んでいましたと、占有していました。まあ、その人が、
まあ、違反行為をして、まあ、周りに迷惑をかけているといった場合、引き渡し請求することができるっていう話なんですけども、これっていうのは、まあ、イメージとしては、賃貸借契約を解除すると、まあ、いったイメージです。それについても4分の3以上の多数の決議が必要、4分の3以上の賛成が必要ですよ、という話です。で、この2から8までの内容っていうのは全て特別決議で4分の3以上の賛成が必要なんですけども、この4分の3っていう数字について、規約によって別段の定めができるかどうかなんですけども、もう基本的にはこれできないんですね。4分の3以上って決まってるんですけども、例外的にこの2番ですね。この強要部分の重大な変更。これの区分所有者の定数に限っては、過半数まで下げることができますよ。減らすことができますよ。っていうふうなルールになってるんですね。これは区分所有者の定数、頭数のみです。この4分の3っていうのは、区分所有者の頭数、および議決権ですよね。この2つについてどちらも4分の3以上の多数の決議が必要です。4分の3以上の賛成票が必要なんだけれども、この2番の強要部分の重大変更についてのみ、区分所有者の頭数の方、議決権じゃないですよ、頭数の方だけ過半数まで減らすことができますよっていう話です。つまり強要部分の重大変更について、例えば区分所有者の定数を過半数以上、かつ議決権については4分の3以上の賛成で決めることができるというのは OK だっていう話です。逆はダメですよ。議決権の方を過半数に減らすってことはこれできませんので、その点を注意してください。あくまでも区分所有者の定数、区分所有者の頭数の方だけ過半数まで減らすことができますよっていう話です。で、最後ですね、ここに載せている以外の内容について決議するってなった場合は普通決議、まあ過半数ですね。まあ細かいことを言えば、過半数じゃなくて単独でできる場合もあったりするんですけども、まあそのあたりはちょっと置いておいて、まあ基本的にはこれ以外の部分については、まあ過半数と考えていただければ大丈夫です。単独でできることもできればですね、別途覚えていただければと思います。で、この普通決議に関する内容については、規約による別段の定めはできます。まあ、普通決議っていうのは、まあ、イメージとしては、まあ、大したことじゃないって話なんですよ。ここについてはすごく大した話なんですよ。大事です。特に建て替えなんか、もう一番大事ですよね。こういったものについては、規約によって別段の定めはできません。もうこれも基本的にはできないわけですよね、ここも。でも、それ以外の、まあ、大したことじゃない、ちっちゃなことについては、規約で別段の定めをしてもいいですよ。つまり、この過半数っていう数字を、例えば10分の1とかに減らすとか、まあ、そういったものもできますよという話です。もう今回は特にこの1から8の内容ですね、これはよく試験でも問われる部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。これらの決議事項については、特殊決議なのか特別決議なのかっていうところですね。また2番については、区分所有者の定数のみ過半数まで減らすことができる、これですね、強要部分の重大変更、これについては規約による別段定めができますんで、この点注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。